着工前になります。ユニットバス設置工事をさせていただきます。解体完了です。土間打ち完成です。大工さんの解体作業完了になります。ユニットバスの設置完了になります。天井はアーチになってます。窓のサッシはそのまま使用します。滑りにくい床と、あとは足が冷たくありません。サーモフロアになっております。お風呂も冷めにくいサーモバスです。大工工事中になります。壁と床を直しました。ユニットバス完成になります。そして脱衣場も床、クロス、天井を変えさせていただきました。